上皇ご夫妻が3回目のワクチン接種をしたようですね。まあ上皇ご夫妻は公務もないし出かけることもないからあまり関係ないかもしれませんね。まあ側近がコロナにかかっていたから打っておいた方がいいのは確かでしょうね。ただ公務もないんだから職員50人も必要ないと思うんですよね。この辺も誰か言えないんですかね。皇位継承議論についてもあまり強く発言できる人がいませんよね。現在安定的な皇位継承問題については公明党もようやく初会合を開いたようですね。まあ公明党は一番自分たちの意見がない感じだったから皇位継承の議論については一番期待ができなさそうですね。各党でも議論が始まったというニュースあるけども、いつまでに決めるとか決まっているんですかね。悠仁さまがいるから女性天皇の議論が持ち出しにくいのかもしれませんが、国会議員だったら悠仁さまの本当の姿を一番わかっているでしょうからね。紀子さまもお茶の水大学で障害の研究をしているし、悠仁さまのことが低傾向進学制度で話題になって情報統制して知らないわけがないですよね。ちなみに紀子さまは小さい頃に海外で生活をしていたから日本語が苦手という話がありましたが、実は2019年の結核対策などでスピーチをしている姿があったんです。そこで本当に日本語が苦手なんではと思う発言があったんです。それは全ての人々が健康で幸せな暮らしをと話をしているんですが、その場面で人々じゃなくて人々と話されているんです。全ての人々が健康で、さすがに漢字が苦手と周りが理解をしていても人々に振り仮名は打ちませんからね。私も皇室の話題を扱うときに語字や読み間違いは多いですが、さすがに人々は読みますからね。大きみを大きみなのに大王と呼んだり、ふさわしいをふさわしいなのに相応しいと呼んだりとかしていますが、人々はさすがに読みますよね。やはり日本語も漢字とかは苦手なのかもしれませんね。日本語は言語としては習得が難しいから、若い時から日本語をしっかりと勉強していないとなかなか習得ができないのかもしれませんね。悠仁さまにも言いまかされることがあるということで、紀子さまは佳子さまや眞子さんとも仲が良くなさそうだったし、日本語が苦手なところでバカにされてたのかもしれませんね。紀子さまとしては味方は美智子さまだけだから、何としても美智子さまの言うことには従ってきたのかもしれませんね。それでその悪さが徐々にバレてきてるのかもしれませんね。美智子さまも皇室に入ってから長い間かけて、これまでは週刊誌とかメディアとか幅広く扱ってきたかもしれませんが、このネットの時代に悪さが徐々にバレてきてるわけですね。日本大学の田中理事長もネットの時代でなかったらいろいろと悪さができたのかもしれませんが、今の時代はネットの時代になって会話を録音されたりとか都合の悪い情報が出てきますからね。特に悪さをして敵を作る人は崩壊していくのも時間の問題なんでしょう。まあ秋篠宮家は頑張ればバレずにできたのかもしれませんが、結構自滅していってますよね。まずは小室圭とマクさんの結婚にしても、小室圭が優秀な設定にしてしまったからみんな小室圭をおだてまくって、結果的に金銭トラブルにしても最悪な対応をしたし、唯一奨学金全額免除なのに不合格でしたからね。それに悠仁さまも優秀な設定になっていますよね。ただどう頑張ってもいずれバレますよね。実際に大手新聞にも小学校5年生で自分の名前が漢字で書けないとか言われていましたよね。それに宮内庁の文化祭では信号機を作ってすごいねって言われていたけども、肝心の信号機の秒数とかを書いてあるプリントを見たら2桁の雑誌団が間違えていましたからね。算数もできないんですかね。よくそんなレベルで筑波大附属高校に行かせようとしましたよね。お茶の水女子学校の偏差値は受験サイトで見たら残滓が45ぐらいしかなかったんですよね。筑波大附属なんて絶対に無理だと思いますけどね。しかもこの間は車も新校舎を使って節約をしているイメージをつけたかったのかもしれませんが、7台ぐらい無駄に保有していることが判明して、むしろ無駄遣いしていることが判明しましたよね。それに公務頑張ってますアピールをしたかったのか、北京五輪の決断式に紀子さまも出ていましたが、紀子さまは喪中3ヶ月だからまだ公務ができないはずですよね。喪中に公務をされても選手たちは縁起でもないですよね。宮内庁職員がたくさんいるんだから一人ぐらいイメージ戦略の電通の人とかを雇えばまだイメージを上げれると思うんだけども、あまりにも中身がないから自爆力が勝るんですかね。オリンピックの選手もズルばっかりやっている秋篠宮家に応援をされても邪魔にしかならないでしょうね。また誰かとこれでも作りに行ったのかなぐらいにしか思えないですよね。正式に門が開けるのは2月2日でしたからね。週刊女性でも書かれていましたが、悠仁さまの進学についてかなり情報統制がひどいですよね。フライデーの記事がヤフーでも出ていましたが、なぜか削除されていましたよね。低傾向進学制度というワードがヤフーニュースになると都合が悪いんでしょうね。ただ報道統制したということで余計に火に油を注いでしまったということですね。国民の疑念を払拭する説明をしないどころか逃亡しているわけですからね。受験勉強頑張っていますかと聞いたら、進学に向けて勉強を頑張っていると受験せずに入学することを
漏らしてしまったようなもんですからね。ちなみに視察様の合格は筑波大附属高校の一般入試の合格発表に合わせて報告するだろうから、2月16日に一緒に発表されるだろうと言われているようです。まあその1週間後には小室圭が司法試験を迎えているから、また話題になるんですよね。まあ合格発表は4月末ぐらいになると言われていますが、その時期に実は昭島家の引っ越しも控えているようです。昭島様は天皇陛下に以前大城祭で公務が公的な予算が当てられることに無駄遣いと言いましたが、仮住まいと新居で42億円以上のお金が使われています。姫路城の工事が28億円で、昭島邸が42億円ですからね。そのお金の一部が眞子さんや悠仁さまの裏金に使われているんでしょうね。実際筑波大の寄付金が6倍に膨れ上がって数年で10億円ぐらい増えていますからね。それに眞子さんも結婚するときに私たちの結婚を応援してくれた人たちだけに対して感謝するような言い方をして国民全員を敵に回したのに、今でも国民の税金で贅沢に暮らしていますよね。そういう都合の悪い報道は報道統制で報道させないようにしたりとか、また新たな忖度で仕事先を紹介してもらおうとしていますからね。誰も応援したいとは思わないですが、日本政府が仕事をくれる前提なら見つかるかもしれませんね。まあ眞子さんもなんだかんだでいろいろあったけども、結局は強引に結婚しましたよね。川島達彦さんが亡くなって喪中で複雑性 PTSD というコンボ状態で、とてもじゃないけども出てこれる状況ではなかったんですけどね。まあそれでも小室圭に眞子さんを愛しておりますってだけは言わしたかったんでしょうね。それぐらい強硬に結婚するぐらいだから、批判が殺到しても悠仁さまの提携校進学制度も強硬で行うってことなんでしょうね。ちなみに小室圭と眞子さんについてテーミスでも記事になっていましたが、眞子さんは家事を全くやってないようですね。メイドサービスを利用してニューヨークの街を出歩いているようです。そして小室圭は法律事務所にもほとんど行ってないようで、サンドラーからしても邪魔な存在なんでしょうね。ただ小室圭が抽選なしで就労ビザを取得するには法務助手では無理だし、弁護士としての H1 ビザが必要なようです。それが司法試験に不合格だとどうするかってことですね。ただ小室圭は不合格になることが分かっているから、それならベンチャー企業を用意しろと用意しているようですね。社長になれば就労ビザはすぐに取れるようで、外務省に要求しているようです。まあそれかウィスコンシン州でロースクールに入り直し、再度学生ビザを取得するかですね。まあ眞子さんはニューヨークを離れたくないみたいだから、どんな裏技を使ってくるのか、少なくとも昭島様もニューヨークの処理時と面会をしていたし、何とかしてニューヨークに留まれるように考えているんでしょうね。ちなみに日本での滞在先やニューヨークの滞在先に職場のサンドラホル事務所も三井不動産物件で、明らかに日本の援助を受けて住居や就職先の手配がされたのは分かりますが、この三井不動産の岩佐博道会長さんは安西雄一郎さんと関係が深いんです。安西雄一郎さんといえば慶応義塾長で生まれましたが、皇位継承者の有識者会議の座長が清家敦さんで、慶応義塾長だった人で安西雄一郎さんに近い人物ですよね。そしてその清家敦さんの次の学長を決める塾長選が行われたんですが、そこで議長になったのが岩佐博道さんなんです。塾長選で次に指名されたのが長谷山明教授でした。この次の議長の長谷山明教授ですが、塾長選では2位でしたが、岩佐博道氏や安西雄一郎氏が長谷山氏がいいとして、委員会としては長谷山氏がいいとして全会一致で評議会に推薦しますと宣言をしました。つまり塾長選なんて関係なくて、安西雄一郎氏と岩佐博道会長が選んだ人物が事実上の次の塾長に決まるようです。450人の選挙人が塾長選の中から絞り込んでいくんですが、2回目の選挙で3人に絞り込まれた時に細田氏が選挙人の過半数を獲得して1位になりました。でもなぜか投票は選考材料の一つとして、最終的には安西雄一郎氏と岩佐博道氏が決めてしまうようです。ちなみに清家敦氏が塾長の任期終盤で記念館の建て替えや学生寮建設とか、いろんな計画が相次いだようです。これが細田氏とかに決まると、その計画を潰される可能性があるということで、強引に長谷山氏にしたのではないかという見方が広がっているようです。本来であれば細田氏ではなくて別の人物だったようですが、最終候補の3人に選ばれなかったために他の都合がいい人物を買収したんでしょうね。まあ慶応義塾以外でも他にもいろんな組織で、この安西雄一郎氏と岩佐博道氏は絡んでいて一緒に仕事をしています。もしかすると悠仁さまは東京大学ではなくて慶応義塾大学に行く可能性もあるかもしれませんね。もういろんなところで不正が行われているようだけども、これからはネットの時代でなかなか不正も隠せなくなってきているから、どんどん不正に関わった人物は逮捕されてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えていこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。